さて、盛り上がっているようで何よりだが、改めて私の方から挨拶をさせていただきたい。まずは今回の実践テストへの参加に快く応じてくれたことに重ねて感謝したい。何分開発が急だったので懸念も多かったが、想像以上に素晴らしい成果を確認することができた。テストで判明した不具合については速やかに対処し、すぐにでもアップデートさせていただこう。社外テスターの諸君やそうでない方々も含めて、今後とも我が社といい関係を結んでくれると幸いだ。やはり底知れない感じがするな。ああ、黒の工房長ほど悪辣じゃないと信じたいところだが。同じくらい得体の知れない企業だとは思いますが。いやー、今回は俺が来て正解でしたわ。うさんくさすぎてガイウスとか向かへんでしょうし、セリスとかひっくり返しかねんでしょうから。あやつの気質ではな。だがそういうお主は、この体については感謝してるけど、かなりの借りを作っちゃったのよね。ああ、マイスターの行為とは別にね。さすがはラツワン GM、 いや、CEO 陣の意向かな。ご存知かもしれないが、現在我が社は共和国のサル計画に全面的に協力している。社内リソースの大部分を割いているため、いろいろ手が回らないところも出てきていてね。その意味でもしかしたら間接的な形で皆さんに何らかの打診があるかもしれない。もちろん強制でも何でもないが、興味があれば検討をお願いしたいところだ。ん？何かあんのか？アルティナさん、エプスタイン財団の帝国支部にも所属しているそうですけど。ええ、ひょっとして？うちからはなんとも。まあ、ショーワル GM ならではの裏技やな。さて、お堅い話はこのくらいにして、本日は諸君にホテルの部屋も用意してある。ラバンス市内の三つ星ホテルだ。どうか心ゆくまで疲れよう。失礼。いや、申し訳ない。たった今興味深いニュースが届いてね。カルバードからの実況中継だ。せっかくなのでこの場で映像を出そうか。先ほど大統領府より急遽発表された通り、2回目の動力ロケットの発射が行われるようです。3回目の有人宇宙飛行の安全性を確認する予行演習という位置づけとなりますが。何？予定だと2週間後では？前倒しされたということか。あ、いよいよ打ち上げのカウントダウンが始まるようです。現地 3D カメラの接続許可も出たか。アールトン SC AR にしてくれたまえ。ああ、もうこんなの不意打ちやろ。でもせっかくや、かぶりつきで見させてもらうで。これはさっきと同じ AR 映像かよ。カウントダウンを開始です。ヌフユイセットシスサンクカトトロワドゥアンゼロ。
戻った。 AR で終えるのはここまでだ。あとはプロメテウス4からの映像となる。エリシオンでもたどり着けなかった場所か。となると本番の搭乗ユニットチューンは共和国軍のアサルトフレームですが、あの機体バランスは。こちら通信観測衛星プロメテウス4、有人シミュレーション筐体 EXD とのリンクを完了しました。現在コックピット内気温20度、機密シールド正常、酸素濃度基準値クリア。これより24時間待機の後、帰還ミッションへと移行します。スターテイカー計画第2段階のフェーズ1が完了したことを宣言する。 EXD の帰還が成功した暁には第3段階も前倒しに実施されるだろう。本日の打ち上げは急遽前倒しとなったが、次こそは大統領府の事前発表がある予定だ。それほどお待たせはしないだろう。引き続き本計画への応援をよろしくお願いする。ゼク宇宙軍基地司令センターからの中継をお伝えしました。帰還ミッションの結果についてと今後の日程については判明次第。すぐに共和国に戻るとするか。ええ、どうやらいろんなもんが前倒しに動き出しそうですからね。各種中間報告は済ませました。私もこのまま出航業務に戻れます。じゃあ一緒に戻りましょう。お兄ちゃん、ミラベルさん、 GM さんに皆さんもお世話になりました。